こんにちは、 MD ジャックです。今週もまたフレイナードライバーモデルをポチってしまいました。届き次第レビューします。こんにちは、アイです。今回は先週の動画で告知済みの CCA PLA13 です。 KZ からもフレイナードライバーモデル出ないかななんて思ってたら、まず CCA から登場しましたね。この流れだといつれ本家からも出るんでしょう。今年はフレイナードライバーモデルの発売が多くなってきて、価格も以前に比べて下がってきてるね。 PLA13 は Amazon だと 12,000 円ぐらいで販売してるショップが多く、ハイファイ4やアリだと 9,000 円台だね。CCA からの発売ということと、フレイナードライバーモデルとしては手の出しやすいモデルとして注目されていると思うんですけど、ジャックさんはどんな印象ですか？アイはこの間ティオコ買ったので今回は我慢しますけど、ちょっと気になった点があって、 PLA13 はケースは付属していないし、ケーブルもそんなに力入れてる感じじゃないですよね。そっか、 PLA13 が 12,000 円ぐらいだとすると付属品の差があるから、実質ディオコとあんまり価格差はないのかも。ケーブルはいつものやつって感じだもんね。 9,000 円ぐらいで買えたとしても、ケーブル追加で買ったら結局ディオコと同じぐらいになっちゃうか。そうなんです。満足感はディオコの方があるかなーなんて思いました。愛がディオコ気に入ってるだけなのかもしれませんけど。なるほど、一理あるね。ディオコの話が出たからちょっと波形比較してみた。ディオコは小域より、 PLA13 は低域よりで、特性が結構対照的だね。これ出してみて割るとちょうどいい感じなんだけどな。ディオコは補正して聞いてますけど、聞き方が分かるとすごくいいですね。買ってよかった。外観はこんな感じでメカっぽく、ドライバーが透けて見えるのがいいよね。サイドは KZESX に似たデザイン、ベントホールを兼ねているかどうかははっきりしなくて、音が漏れてきてる感じもなかった。単なるデザインなのかも。聞いてみると開放感は感じるんだけどね。大きさは写真の通り、今までのモデルと特に変わらなくて、 ZAX の輪郭によく似てる。慣れ親しんだ形なので装着感も問題なし。ただダイナミックドライバーとは違って、中身はみっちり詰まってるね。重いとは感じないけど。ドライバーは 13.2mm、 今までこのチャンネルでレビューしたフレイナードライバーは 14mm 以上なので、口径は最小ということになる。それか価格にも影響して少し安めなんでしょうか。いや、それは違うんじゃないかな。 10mm でももっと高いモデルもあるし、ダイナミックドライバーでも価格幅がかなりあるのと同じ感覚なんじゃない。そうなんですね。やっぱり音量は取りづらいですか。そうだね、ディオコや S12 なんかと一緒で結構ボリューム上げてる。でもダメ元でスマホ近ざししてみたら案外聞けた。ボリュームマックスに近い状態で低域が結構逃げる感じだったから、ちゃんとは鳴らせていないんだろうね。せっかくのプレイナードライバーモデルだから USB ダックは通したいよね。ではサウンドチェックに行きましょう。今回は迷ったんですけど、レッドショア S12 と比較しました。 S12 の広域がきつめに感じると思いますが、 PLA13 をベースに音調整し、その差分が反映されているためで、 PLA13 の広域があまり強くないことが要因です。リアピは単チジム TAPB トレブルで収録しています。ではどうぞ。音量上がります。後半スタートです。サウンドチェックは広域の違いが顕著でしたね。低域も波形比較の通りで、 S12 にも結構強めに出ていると思っていますが、 PLA13 はそれ以上でした。
まず基準としているファイナル E を見てみます。低域が強い割に 4.5 キロあたりからの減衰がちょっと気になります。他5タイプのイヤピと比較してみるとこうなります。ファイナル E、 6キロ付近の大きな減衰は想定内。8キロあたりのピークで繊細な広域が効ける。セドナイヤーフィットマックスは6キロ付近の減衰が一番少なめ、力強く近めな音に感じる。 TAPB-ET100 平均的な出方に見えた。今回の音収録は TAPB をチョイス。ムーンブロックスプリングティップス、広域を一番強く感じられた。低域を少し抑えてくれることも考慮すると、セドナイヤーフィットライトが PLA13 の特性を調整するには一番合ってる気がした。箱出し最初の主張ではなんとなく感じる開放感がいい感じ、低域が強く広域が今一つ、まあまあいいかなと割とあっさり。次は他モデルと比較してみる。 ZAS 並みに出る PLA13 の低域は ZAS の締まった質感に比べちょっとぼやける感じ。中域のカーブの傾向は他モデルとほぼ同じ。5キロ過ぎあたりから他3モデルのカーブは右肩上がり。6キロ付近での減衰もないので広域は結構鋭く感じる。 ZAS は3から5キロあたりを抑えている分少し細い広域という印象。それに対し PLA13 は5キロ以降で一旦大きく減衰、 7.5 キロ付近のピークも一番弱い。当然実機で聞いた印象も広域が今一つすっきり抜けてこず、低域が結構強いのでバランス的に負けていると感じた。7キロ付近のピークの差より5から7キロ手前までの減衰が気になった。ここはある程度抑えた方が視察音などを抑えるためにはいいんだけど、抑えすぎると力強い広域の雰囲気まで失われ、ちょっと暗めの音に感じやすい。そうですね、広域の出方もう少しはっきりしてるといいですね。いつもの通り EQ 補正しちゃいますか。流れ的にはそうなるよね。でもその前にちょっとリケーブルを試してみた。まず S12 に付属のケーブルだと分離感が上がって聞こえる。これは想定内。どのイヤホンにつけても分離が良くなった感じがする。広域の変化は特に感じなかったけど、このケーブル交換可能なジャックバージョンで売ってるので団体でも欲しい。もっと安価に広域の出方に効果があったのが KZ のアップグレードケーブルで1500円ぐらい。これつけて聞いてみたらやっぱりシンバルやハイハットが前に出てきた。波形測定しても変化はないんだけど効果は気のせいじゃない。イヤピは少し広域が太く感じるセドナイヤーフィットマックス、そしてトータルの調整で印象の良かったセドナイヤーフィットライト。セドナイヤーフィットライトと KZ のアップグレードケーブルの組み合わせで PLA13 の印象が結構いい方向に変わってきたのでホッとした。それでも補正するとしたらちょっと低域が気になるかな。今回も一応補正はしてみましたが低域を整える程度です。広域はイヤピとケーブルが今回試したものでない場合のセッティングです。比較モデルの波形と合わせるとこうなります。まだ広域の差が大きく見えますが、聞いてみるとこれで十分だと思いました。うん、バランスが整ってだいぶ印象良くなったね。イヤピ交換とリケーブルプラス低域だけ EQ 補正でちょっとだけ抑える、または EQ 補正のみで低域をちょっと抑え広域をちょっと持ち上げる、この調整で PLA13 が聞けるモデルになってくれたのでホッとしたわ。実は EQ 補正をしない場合再生環境での違いも抑えておきたくて上の6種類で聞き比べてたのね。すごく時間かかっちゃったんだけど結果的にこの2つが自分の好みに合ってた。普段からこの2つは少し明るめな音という認識だったから、あ、やっぱりなーっていう結果だったんだよね。そんなに違うんですか。愛も後で聞いてみようっと。今回のポイントは広域をどう出せるかだったけど、 M500 か DC03 なら EQ 補正せず良い感じで聞けた。他の4モデルはたまたま PLA13 の広域を強調するにはちょっと合わなかっただけでダメなわけじゃないよ。わかりましたけど結果聞かない方が楽しめたな。聞こえ方は人それぞれだから私と愛ちゃんの結果は違うかもよ。あ、そうでした。今回 BA ハイブリッドモデルとかランクが上のプレイナードライバーモデルと聞き比べてみたので PLA13 にとっては厳しい比較だったと思うんですが、最初70ぐらいだった印象はイヤピ交換、リケーブル、ちょっとした EQ 補正により改善後は90ぐらいまで上がり、 PLA13 の聞き方がだんだん分かってきました。ただいわゆるその状態での特性はあまり広域が強い出方ではないのはご覧いただいた通りなので、 ZAX や S12 のような広域の出方を基準としている方にはあまりおすすめしません。それとプレイナードライバーモデルは厳選した2、3本でと考えている方にはもう1ランク上のモデルをチョイスした方が幸せかも。ということで CCAPLA13 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形いった言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。